で、春になって、おお、お彼岸だね、今週。おお、墓参り行くんだ。うちは明日行くんだ。ああ、天満までね。うちはね、17の日に、うちはフラワーアレンジメント。フラワーアレンジメント、お花ね。うん、なんだけど、お彼岸用のフラワーアレンジメント講座があるっていうので、行ってきました。古川先生。おお、まあ、市場のね。うんうんうん。あそこで4人でね、先生にいろいろ教えてもらって、で、やっぱお盆用だから、あのね、普段のすごい派手な色のアレンジメントと違って、こう静かな、仏壇にこうあげるでしょ、飾るから、そういう意味でこう包み込むような優しい色の、そういうね、やり方をね、聞いて、作ってすぐにみんなそれぞれ実家に帰ってきて、飾ってるわけですよ。いいでしょ、こういうのって。私が作ったのよ、ご先祖様って。そう、もちろんもちろんもちろん、いいでしょ。先生に力が足りなかったよ。一応ちょっとこう、聞いただけよ、みたいな。でも、それって、母には、あの、じゃあ花買ってくるのって言うから、うんうん、買ってくるよ、買ってくるよっていう感じで、うちを出てたんですよね。で、母にすれば、いや、なんか買うの買わなくていいからね、とかって言いながら、もう私に、うん、分かった分かったって言って、あの、普通の花屋さんに行って買う感覚でいるわけでさ。待ってたわけだ、ね。うん。だけど、それを私がちゃんとこう作って、いいでしょ。いやー、美穂どうしたの、これは。そう。で、天気変わったんだけどね、それでね。わざとながら見事なこと、うん、すごいなんかいい感じで先生がね、やはりここまで季節育てるの大変だったと、だったんですよ。でもね、すごくね、先生がわかりやすく、あの、まあ、いろんなあの流派の生け花はあるけれど、アレンジメントもあるけれど、でもこういう仏様用のお彼岸用はまたこんな感じよっていうね。いや、花の種類も違ったね。もちろんもちろん、うん、違った違った。だからこう、すごい優しい感じで、一回作ったらやっぱりこうアレンジして、それこそ何回もね、機械あるごとにこうやって、じゃあもう来週はここにアレンジが出るね。あるかな、力持ってくる。やっぱり忘れちゃうってやんない、やんないと忘れちゃうから、ね、やっぱり機械、あの、いろんな機械にこう、ポンポン、そう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 、だからこう花のね、そういうこう、なんかこう、向きとか、どの辺に何色があるといいよっていう感じとかも、こういろいろね。古川ミスター様のご指導をいただいて、そうなんです。いいね。で、TMG のメンバー4人でね。おお。で、TMG のメンバーと5人はね、別口にまた、津軽鉄道に行ったんですけどね、あっちは別のグループを同じ日に重なっちゃったのよ、イベントが。で、お花組とストーブ組に分かれて、ストーブは、あれ、あれ、あの、原理のチームで、あの、友の会の、あっち行ったりってこともいるんだ。で、ストーブ列車に、その方向を聞かないといけない。五所川原ね、五所川原コースに行って、で、それと、うちは花でっていうことで、その日はね、10人近くが、その日1日、どこかに行ってた。そろそろ、TM チームも、そろそろまた定例会議の、ありますよ、21日にあります。春祭りの準備も着々と進んでました。春だね。道路の許可ももらったし、やったね。道路って、歩道のね。あちこちのご挨拶回りをして、あ、許可証来たの？許可証っていうか、許可はもう出して、申請出したので、OK は取れました。お、去年同様に、おいや、じゃあ、うん、取れましたので、あとは、あ、ね、これから活躍だね、今年は何をやろうかっていう、どんなことするって、みんな初めての人が多いので、みんなでね、共有して、こんなことしようか、あんなことしようか。だから、春祭り自体は27から始まるでしょ。でも1週間前から借りて、いいね、あの、1週間前の土日は自治訓練します。自治訓練ね。あの、会長が歩くの。実際に私たちも歩いて、で、桜の数何本、松が何本、ここはね。もう1週間前でも、あの、動物桜は咲いてるよね。あ、もちもちもち。ね、うん、なんかうちにもそれらしいなとこにポイントいるんですけど、おお、バケツ桜ね、バケツ桜ね、うん、なので1週間前から準備します。いいね、もう考えく48人だね。そう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 、49人、49人になったの、年、入れて49人、うん、なんですよ。なので楽しみにしててください。あそこに来るお客さんたちにね、シャッターボランティアもお願いしたいし、シャッターボランティアいいね、いいですよね。ちょっとね、お取りしますよ、どうぞ、あっち行きたい、こっち行きたい、何食べたいって言ったら、あっちにあるよ、こっちにあるよって、で、また来てねって、ね、そういう感じでもてなしたいと思います、過ごしたいわけですよ。よかったね、ボランティアガイドの会なくなったからどうなるかと思ったら、ちゃんとそのね、発展的解消でね、新しいメンバーもどんどん参加してね、新しいスタイルでいいんじゃないですか。まず今年はやってみようと、みんなで、ね、燃えてるんで忙しいね、あなたも。そうですね、もう朝明後日会に会合があって、それから毎週1回みんなで花組が集まって、ちょっと打ち合わせして、で1週間前には自治研修して、忙しいですよ。そして
そんなやってると本業がなくなるんじゃないの？あれ本業？本業ってなんだっけ？なかったりして。どうしよう。なかったりして。実は本業失業したりしてるのか、うん、席がなかったり。あれどうしようって。ね、で忙しいばっかりで結局お給料入るとこなくなったりして。そうそうそう。こっちやってないから本業ほどにおってますけど。ちょっとみんなに助けてもらおう。助けてもらおう。みんなに助けてもらおう。プレハブでこういるも毎日、私を助けて。投げ銭でチリーン。あ、それもチリーンってのも借りてきた。カメさんから。あの、桜の募金箱。あれだと桜の堆肥に行っちゃうから。そう。それはこっちでこう、こっちに置いといて。こっちはこっちのは別のね。投げ銭ライブ。あれだね、あいささんにさ、あそこ の白いテープのところで、ね、タムルしてもらってさ、で好きな時間ずっとね、投げ銭ライブ置いておけばいいね。そうやってもらったり。音が出た方がいいよ。三本木講座が流れてたりとか、なんかこうちょっと十和田らしいものの雰囲気と、あと人がみんな来るから、みんなでそういう音楽やいろんなことでもてなしてあげる。ギターがあるといい ね。歌うのはさ、だって金曜日コートもやってるわけだし。カナダさんもトランペット持ってきていいよ。あ、違う、トランペットじゃなかったっけ。ティナーサックスなんだっけ、なんとかって言ってたよ、ね。私はフルートで。あ、フルート、あ、なんか似合わない、フルート。似合わない。トランペットって感じするね。まあ、口だけだから。ねえ。でも、なんか音楽とか、なんかうるさくない、ね、かな、うん、みんなも来るでしょ。あら、なんかやってるわ、とかね。と観光客って必ず。血の屋欲しいね、血の屋。いや、商店街に欲しいね。いらないやったらな。にぎやかにお店の前に。そのプレハブの周りがにぎやかになる。よそはどう？なるよなるよ。あそこはこう会話なるよ、にぎやかに。うるさいだろうね。うるさいかもしれない。もう来週されちゃうと、これが雪が溶けるとさ、ふるさと研究所も忙しくなるだろうね。そうかもね、だんだんとね。そろそろゲストを見てもらわなきゃいけないね、ふるさと研究所の所長様もね。そうだね、ぜひぜひお願いして、いろんなお話を、ね、今年の構想をね、さあ、そう。いつもどこからやるのかね。そうなんでございます。まあ本当に一気に暖かくなったから、はい、春のイベントが盛りだくさんになってくるね。市役所も新年度を迎えて、いいね。よし、ではパチンコで終わりましょう。はい、今日はこれにて一件落着、終わりますよ。はい、じゃあ終わります。